りそうですね。めっちゃ釣り日和じゃん。死ぬの匂いがするよ。おはようございます。おはようございます。今回の山ついTV、うん、日の島。日の島、はい、ね、チヌ釣り、まあのっこみ最盛期一番いいですね今。ね、結構今からね、どん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 魚が入ってきて、はい、ね、たくさん釣れるんじゃないですかね。まあ、ならいいけど。今回チヌ釣りをお送りしたいと思います。まあ、3月もう4月ですかね。うん、そうですね。チヌ釣り面白いシーズンなんで、うん、今日はね、僕の師匠フレマス店長とよろしくお願いします。そして若手のまあチヌ釣り大好き、はい、ね、川北くんと。3人で、お送りさせていただきたいと思いますけど、師匠とは久々ですね。久しぶりね、なんかどうなんだろう、今日はね、師匠の渋い釣りをね、いやいや見させていただいて、よりも全国あっちこっちで腕を磨いてきた田中君のですね、長期発歩しっかり見せていただきたいと思います。はい、じゃあまあ今日もワイワイ楽しみましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、バッチリじゃない？天気もいいし、風もないし、波もないしね。で、今この日の島っていうエリア、ものすごく調子がいいみたいで、うん、パターンも数もね、よく釣れてるらしい。やりますよ。どうぞ。あら、まだ作ってんすか、仕掛けを。餌練ってきとったと？え？餌練ってきとったと？寝ってきましたよ。餌取りはいそう？餌とかまだ分かんないですけど、あんまり いないんじゃないかな。当て右。うん？当て右。そう、そうですね。当て右。なんだろうな。お守り出しとくの忘れた。暴起ね、やっぱチヌ釣りは暴起でしょう。じゃーん、大きでやってみよう。そんな流れてないですね。止まったかな。潮止まりかもね。はっきりしとらんね。ダラダラしとる。沖竿重宝。ほら来た。はい。沖竿重宝来た。おうおう。なんじゃそら。来ましたよ、沖竿重宝。深いとこですか。うわ、チヌだ。なんじゃそら。来ました、早いね。来たよ、川北。早いね。うわ、釣れた。チヌ。早々と。いや、今ね、当たりがなかったから棒気に変えて遊ぼうと思って沖竿にしてたんですよ。沖竿来たらしいよ。沖竿っすか。最初の2時間で終わっちゃうんじゃないの、店長。大丈夫ですか。あんま話しかけんなっていう感じだよね。ちなみにさっきのチヌはボイルで釣れました。二人には黙っといてください。
当ててきます塩当てて左に行きよるね、うん、結構手前が早いね手前が早いですねでそこの方に入ったら動かんでしょえそこの方は動かんでしょ動きよらんそれで釣るなんて大したもんだ僕沖竿ですからねなんつったって沖竿しとこうかなと意外と手前のなんかその辺に落ちたりしてねおー来た来たんじゃないやばいねモネいやモに引っかかりましたモに行かれたおー、来た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 おー、出てきた出てきたおー、すごいやばいねよいしょやったね川北小ぶりですけどなんとかちょっと盛り付けてみよう当たりもないし流れも速くなったんで重りをつけてみます今00の浮きなんですけど重り全くつけてない状態からジンタンの3号っていうのを、まあ、浮きから50センチぐらい下に1個置きましたやばい当て状になったねえがめちゃめちゃ速いんですよ、うん、変わった分かるでしょ見てでもう一個ねジンタンの位置もう追加、まあ、さっき3がついてたところにジンタンの位置をつけてそれから下 1m ぐらいのところにジンタンの3を移動して、まあ、2つつけて手前が やたら速いですね、うんここがやばい、ここが当たった当たった、当たりました当たった何か当たった何やるねー流れがいるんだよおー、ほら来た店長来た来た来た緩んだもんね、流れがきついな今のもおっとっとっと持っていくかおモニ来たかこれですわこれですわ飛び込むしかないですよ飛び込む食ったとこがもう物際だったからですね物際で食ったんですかそうそうちょうどさっき引っかかり寄ったとこのちょっと先諦めも肝心ですよ2時間経ちました、2時間経って場所移動今ね僕が一番右で釣ってたんですけど1尾で川北くんが一番左の立ち位置で1尾で店長がね最後かけたけど今モに入って時間もう6分オーバーしてますそろそろ諦めた方がいいですよ魚動いてるんだけどねまだやべえなもがほんとあらどうしたんですかいやいやもう切ったんだよあら
だ来た来た、また場所移動してすぐ。いやだって今チャンスだもん。浮きでかけたら取るじゃない。おお来た来た。違うね、ダイマーが。おお、マダイ死ぬじゃなかった。はい、切れた、鋭い合わせが入った、切れた。最悪、今鋭い合わせが見てたよ、僕は。お、団子できた、団子で。団子で。来ましたね。まあバラした後にかけられるのは辛い。頑張れチヌ。やった。頑張れ。おでかいでかい。おおでかい。でかい。あら、またモニ引っ付きよぞ。でかいね。あら、またモニ引っ付いたぞ。やばい。やばい。やばいやばい。おお、でけ。でけ。うわね。あらららららら。あらでかっ。でかいでかい。あ、よかったね。でかいね。来ましたでかい。いいのっこみちぬが来ました。最後の出番になりましたけど、じゃーん。うわ、羨ましい。やるね、さすが師匠。やっぱり今さっき僕がね、藻に絡んで取れなかったように、これをどうかわすかっていうことなんですけど、まあ沖で魚が浮かせれればそれでいいんですけどね、どうしてもその地形上深く藻が入ってるんで、どうしても入ってしまいます。今でも、まあ今の魚もそうなんですけど、手前に来て一回入ればやっぱあの藻に入っていこうとする。やっぱそれはもうずっともう釣りに行かんと仕方ないでしょうね。来たー。おお、はい、おお、やべえやべえやべえ。来た、こっち来たら。おおお、やべえって言うより、やべえって。そう、入るよそこに。またタゴできた。いや、オキアミです。おお、やるね。うわ、お、そこで入っけんね。おお、よかったかわした。よいしょ、やったー。ね、やったね。やりました。やったね。俺も釣りてぇ。そこ釣られんど。みんなようかかりだしたね。俺は相変わらず当たらんけど。
いのかな、やっぱね、食ってるところが結構沈めとんもんね、見てると。あ、結構浅いね。うん、なんか周りを見てみると藻があんのかな、黒くなってるところと白くなってるところが入り混じってる感じ。まあ、さっきの場合あそこで立ててしまうと、もう完全に藻の方に引いてるような状態になってましたよね。で、引く視点を変えることによって、まあ、魚がこう横に動いてくれればっていうとこですよね。この浅い藻だったらいいけど、結構そこそこ水深があって立った藻でしょう。下に入っちゃうとどうしてもですね。うわ、うわ、カレーか。オキアミね。はい。俺もボウキン買いようかな。来たよ。キヌちゃんが。すげえ。久々。やったー、嬉しかよかねよかね。いや、ぼうきに変えて花をね、深くしてたんだけど、大きい声で言えんけど浅くしたんよ。やばあ、聞こえとった。俺も浅くしとっとばってんね。聞こえとった、聞こえとった。そしたら食ったね。餌とらんけんって言って、まあ大体ね、やその手順としては深くしていって餌を取るところを見つけていくような釣りなんだけど、はい、まあ、グレ釣りはね、死ぬのはそうでもないのかもしれんね。その深くしていって、それでも取らないときはやっぱし浅くするっていうのも手なのかもしれんね。まあでもよかった。来ました。はい。よし、どれだけも全然釣れんじゃん。おお。やばいやばい。ボウキン買いとし、いつの間にか。でも、モニ。よし、強引に。あ、ちょっと、ちょっと、だいぶっぴり腰になった。よいしょ。ボウキに変わってる。いつの間にかボウキ。はい。連発しよう。うわー、来た。来たー。うわあ、もう最悪。うわ、ダメだ。諦めちゃダメだよ。お、抜けた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 。頑張れチヌ。よっと、うる、俺超えと、ダブルヒット。ダブルヒット。店長、どうしたの。いや、ボウキ持っとってよかった。こうなんか噛んどるんだけどね、ここで食っとるとじゃないですか。違う。
よっしゃ、やってきた。お、はい、お、こっちいいですよ、こっち。おおほほほほ、やばいやばい。あ、来ても多分短い。じゃあ、よし。ありがとう。よし。よかったね。これでちょっと釣り上がったんだよね。ああ、苦労したのに魚が釣れました。お疲れ様でした。お疲れでした。お疲れ様です。どうでしたか。どうだった。一番釣った男。いや、高橋さんじゃないですか。いやいや、なんか楽しかったですね。そのなんだろう、魚の活性が今一つ悪いというか、うん、なんかね、普通ホールで食ってきそうなのも全然来ず、やっぱ仕掛けが落ち着いたとことか、そんなとこでばっかりしか当たらんだったような気がしますけど、どうなんでしょう。なんでしょうね。あの先週来たんですよ、はい、そしたらもっとね、やっぱし餌も取られたし当たりも多かったんですけど、今日はね、いかにも良さそうなね雰囲気ではあったけど、渋かったですね。渋いっていうか、ね、餌触らんかったですね。餌取りも少なかったですね。でもやっぱりタイミングがにね、当たったら、ね、ボン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 当たり出して、まあその同じ仕掛けで同じイメージで釣るよりも、まあ沈めてみたり浮かせてみたり、まあ、餌を、ね、うん、いろいろ変えて釣ると、まあ僕なんか棒浮きで結構かかりましたけど、天井はね逆に沈める釣りでかかったんで、まあ、そのタイミングで、まあそこでうまいこと沈める釣り、浮かせる釣りで当たればもっと数が伸びるんでしょうね。うん、その切り替えの、ね、タイミングとかもね、やっぱ大事なんでしょうね。まあでも魚はね、多分いっぱいいますよね。いますよね、うん、これから大きいのはどんどんまたかかってくると思うんで、うん、これが放送される来月かな、ピークを迎えるじゃないですか、うん、4月、5月はもうピークでしょうね。皆さんぜひね、あの地の狙って、まあこの日之島もそうですけど、松島だったりね、そうですね、行かれたら楽しいと思います。もうあと攻略戦なんかですな。そうですね。もう攻略戦で。楽しかったですね。だいぶ痛い目に遭いましたね。うん、もうありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。